なこんにちは、オルソナだよ。アップデートがあったからやっていこうと思います。これまでに作成されたセーブデータを引き継いで新しいバージョンのセーブデータを作成します。本バージョンで引き継がれたセーブデータは前バージョンまでのアプリケーションでは利用できなくなりますのでご注意ください。 OK。 これでさ、過ぎ去りし思い出と約束のお守りが使えるようになると思うんだ。やったー。モーグリショップにて約束の証を約束のお守りに交換することができます。モーグリショップにて過ぎ去りし証を過ぎ去りし思い出に交換することができます。やっぱりこれだったんだ。よしよし、じゃあ購入させていただこう。来たー、約束のお守り。約束の守り、光の力を秘めたキーブレード、ライトフォームとダブルフォームにチェンジできます。過ぎ去りし証と引き換えに過ぎ去りし思い出を手に入れました。きたー。もう今日俺頑張った甲斐があった。ちょっと待って、装備できるのかな。ソラのアビリティが新たに追加された。ちょっとアビリティ見てみようか。アビリティでダブルフォームがついてんのかな。クイックスラッシュ、これつけてみるか。フラッシュステップ、この新しく周囲にいる敵に斬撃を繰り出す、このさ、エリアルスイープ。新しく追加されたラストチャージ。フィニッシュ技。上空に。これいらないか、これつけ、つけない。ちょっと戦いに行くか。来たぞー。過ぎ去りし思い出。あ、違う、約束の守り。こんな感じよ。早っ。飛ぶの早っ。これは約束の守りだからなのか。おらよ、やっぱ弱いな私は。レベル1だからだ。おい、飛べるのも。音は軽いね、すごく。ライトフォーム、うわー、こんな感じだ。え、ダブルフォームってどうやってやるの。これで使っていくとダブルフォームになるのかな。あ、ダブルフォーム、はい。来た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 。あー、あ、クボポポ行った。見て見て、ダブルフォーム。あ、終わっちゃったけど。来た来た来た、かっこいい。めっちゃかっこいい。いいね、すごいかっこいいんだけど。ほらよ、ほらよ、早っ、攻撃早っ。このフォームめっちゃ強いじゃん。アルテマウェポンとどっちが強いんだろう。はやっ、かっこいい。フィニッシュかっこいい。よしよしよし、フレアフォース。ちょっと他のやつも変身してみようか。 Y っていうやつ以外にも多分あるんだよね。やってみよう全部。もうちょっと貯めたらいけんのかな。やば。ケアルが放って、アクション切ってんのが痛いな。くるくるがないんだよね。おぉ、ライトホームに変身して、で、この後、動きやすい。これは約束の守りだからなんかな。すごいと、シャキシャキ動く。なんかふわっと感ないよ。ふわっと感がない、ふわふわしない、シャキシャキしてる、カチンカチンって感じ。ダブルフォームは Y しかないのかな、どうなんだろう。時間はチャージされてるけど Y しかないね。おい、あ、終わっちゃった。じゃあ過ぎ去りし思い出にしてみようか。あ、こっちの方がなんか打撃感がある。ズシズシって攻撃してる感じがある。あっちは攻撃が軽かったけど、こっちはガシガシ攻撃してる感じがある。おお、ダークフォーム行ってみようか。どうだ、速っ。なんか斬撃が速くて気持ちいい。すごい気持ちいいんだけど、スバスバいく。攻撃モーションも速い、スバッ。
いいね。ダブルフォーム S 行ってみようか。どんな感じ？あ、一緒なのか、見た目は。おえ、技はどうなんだ？いや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 、楽しい、気持ちいい。これはめちゃくちゃ気持ちいいぞ。おわ、キングダムチェーンはずっと使ってたからかもしれないけど、こう動きの速さとかは全然違う。もっとあれなのかな、アルケマとか使ってたらこれくらいなのかな。敵と敵の移動の速度とかもめちゃくちゃ速いぞ。快適楽しい。おー、相変わらず敵、おー、なんか私が操作してるんじゃないみたいぐらい気持ちいいんだけど。やば、やった、よかった。次サリシ取っといて、証取ってよかった。クリティカルをクリアしてないとこの証は手に入らないっぽいから、やっぱりねクリティカルクリアが条件だったっぽいね。ほい、めっちゃ快適快適、ほい、おー、いいねいいね。そしてフォームチェンジでダブルフォーム2本使ってくれるの気持ちいい。ね、これ当たるだけで、ね、やばい、めっちゃ速いもん。本当に何が起こってるか分かんないレベル。私がさ丸をしてるだけでこんなにかっこいい動きしてくれてんだっていうねすごい難しそうな動きが必要そうな見た目してるけど、そんなことなくてめちゃくちゃ簡単な動きというか操作でこんなに。そして火力が結構あるんじゃないかな。で、攻撃力は7786。なるほど、こっちの過ぎ去りし思い出の方が火力は出るんだね。で、私がいつも使ってた愛用のキングダムチェーンは4だからすごいよね。で、2倍ぐらいか。アルテマウェポンが8か。過ぎ去りし思い出よりさらに強いって感じだね。過ぎ去りし思い出は、このアルテマウェポンよりこの2本は強い。アルテマウェポン苦労して取ったけど、それよりさらに強くてかっこいいっていうフォームが出たっていうことだね。めっちゃ楽しい。ということでね、こんなかっこいいキーブレードゲットできてめちゃくちゃ嬉しい。本当にこう、クリアしてよかった。ちょっとね、まだ他に細かいどんなのがあるかとか見てないから、これからリマインドが配信されるまでの間、ゆっくりと遊んでいきたいなと思います。どうも見てくれてありがとう。キングダムハーツのリマインド、めちゃくちゃ楽しみだなっていう人は、高評価、チャンネル登録よろしく。それじゃあまた、See you! I want you for a lifetime. 財布が the sink for